北京を訪れていたキム・ジョインル総書記が姿を見せたのは中国のシリコンバレーと呼ばれる地域にある最先端の IT 企業でした ANN のカメラは中国の最先端技術を誇る IT 企業の視察を終えたキム総書記を捉えました関係者らの話を聞きながら非常にしっかりとした足取りで進んでいます キムジョンイル総書記は北京市郊外のハイテクパーク内にありますこちらの企業を1時間近く視察しましたサーバーやルーターといった IT 関連技術に興味を示していたということです。午後2時過ぎにはキム総書記を乗せたとみられる特別列車が北京駅を後にしました帰国の途に着いたとみられます今キム・ジョンイル総書記を乗せたとみられる特別列車がゆっくりとゆっくりと北京駅を離れていきます 中国側が経済発展に活用する機会を与えるために招いたと明かしたように視察は自動車工場や液晶パネル工場など経済関連一色となりました昨日の夜行われたとされる胡錦濤国家主席との首脳会談でも経済協力などを中心に話し合ったとみられます